目の前に尾道水道を望み、潮風を感じながら尾道の新鮮な魚を存分に堪能できる潮町茶屋花あかり。瀬戸内海の新鮮な魚をリーズナブルに味わえるため、観光客から地元の方まで幅広く愛されています。生きたままさばく生アナゴのお造りは、プリプリした歯ごたえとほのかな甘みが抜群。また骨ごと食べられるおこぜの唐揚げは、香ばしい香りとともに部位によって異なるさまざまな食感が楽しめる一品。そして何といっても明るく元気なおかみさんが、より楽しい時間を演出してくれます。あのね、来られた時はこういう、こう雰囲気なので、あの作り自体がね、あんまりこう期待をして来ていただけないんですけれども、でも帰る時はもう笑顔で本当に美味しかったよ言って帰っていただくのが最高です。尾道の新鮮な旬の素材と温かい人情に触れることができる潮町茶屋花あかりに、ぜひ立ち寄ってみてはいかがですか。